なんかさこれ、なんかこれひでえなと思ってさ、今日の試合見たいんだけど、このトースポウェブね、もうトースポウェブ、これ、記事の質、低いと思って、あのー、ウェブ上のタイトルで、ルヴァンカップ、J1 町田、藤代正太一発レッドに突っ込み、水の代わりにチームに迷惑かけたみたいな、え誰がなん、えこんなこと言った選手いんのみたいな、したら、ネット上のコメントで、フコメみたいなやつで、水の代わりにチームに迷惑かけたんだねというコメントがあったみたいな。 クソ記事じゃないこれ。いや、だからこんな、これさどう、こういう記事さ、浦和とか川崎とかで見たことなくないそう、だからメディア内に嫌いとかそういうダブルスタンダード使ってる人がいて、これをね、タイトこれいじめだよね普通に。ちょっと引いたんだよな、これ。で、こういうやつはやっぱりね、記事に名前書いてないんだよ。クソダサだなっていう、その。 うこういうのがねそのあれ町田の内側の人たちがうーわうちらだけっていうふうに思う理由ですよねこういうのやめた方がいいねこういうのはやめた方がいいです <laughs> そうだからマジでうん。 というかトースポって最初から分かってたら開かないことしましたもんそう開くからこういうこと書くからなそうだからアクセスランキングとかでさ下にさ薄字でゴールとかさ出てくるじゃん激坂とかうんもうトースポだったら開きませんあと業界内味方だけでなくしっかり問題提起してくれる人がバランスよくいって,っていうかさあれなんだよね本当あの <laughs> 日本はねそのサッカーメディアが 多分志を本当に持ってる人が少ないんですよ、ね、これ何でかっていうと別にあの例えばさ森保議案とか出てきてもさめちゃくちゃふわふわしたこと言うさあの元選手とかの解説者とかばっかりじゃんじゃなくてこうでこうでこうだから良くなくてこういう意見が出てこうみたいな論理立てる人がいないじゃんでそういう人ってあの囲み取材から外されたりとか,なんかそういう代表とうまい関係を作れなくなるから。 まあ、ご飯の種のために、まあ、優しくならざるを得ないみたいな。っていう感じなんだけど、それさ、それでいいのって言って、大した給料もらってないでしょえそそ人生それでええんかっていう。いいんだろうね。うん、そ,れかそこまでして囲み取材行きたいみたいな。めっちゃ思うけどな。だって囲み取材して何もさ、別に世間に影響を与えられてない人からさ、もう俺え映像しか俺見てないけど、ねえ、その人たちのね、多分何十倍も稼いでるでしょ <laughs> <laughs> その人たちがモテないチームモテてるし、うん、もっと本気で変え、本気で変えようとしてってとか、本気で日本強くしようとして、その行動を取ってんのかっていう、ただその現場に行って、なんとなくサッカー協会の人と仲良くして、なんとなく上目指さないサッカー見て、なんか選手が良かったらいいな、みたいな。で、ふわっとなんかその、なんか長いものに巻かれるみたいな記事書いて、で、また3ヶ月後、みたいな。 も一生やってるって思いますけどね、そういう人、本当にもう。そういう人とは一生、まあ、分かり合えないし、分かってもらうつもりもないし、まあ、そういう人みたいな人が僕のことを最初から嫌いでしょうから、こんな言ったって問題はないですけど、そこに志あるんかっていう、それだとそういう守り方しろっていう風に思うんですけどね、森屋さんだとこうでこうで、こうだからこういいとか、なんかふわっとなんかね、なんとなく嫌われないの、なんとなく戦術的っぽい、なんとなくの記事をずっと書いて。 で元選手はふわふわした批判してみたいな。そういう業界じゃ、ね、なくできるのは、ね、上からは岡田さんだろうしな、下からは僕でしょうしって思いながらやりますけどね。まあ、僕がね、有名になればなるほど、僕のチームが強くなればなるほど、無視できないですからね、日本は。でそういうしょうもない人たちが取材に来るんでしょうで。その時に全部俺が取材拒否すればいいんでしょう。<laughs> つまんねえ記事書いてるから、質問してくるんな。 今、僕のチームなんて、ね、取材来なくていいですけど、来なくてもいいような弱小クラブですけど、えー、だから本当、志ある人が表に出て、その人たちがね、ここはいいけど、ここ悪いみたいなういう話をしてほしいですけどね。で、今の町田のサッカーで言うと、あのー、長いボールでオセフンとかが落としたり、浮上が収めたりして、全体を押し上げるっていうのが基本パターン。まあ、右サイドバックにヘンリー君使ったら高い位置取して あのロングボールやってとかあの相手がかけてこなかったらサイドバック使って横回して相手釣り出してボランチにつけたりとか相手のサイドバック釣り出したら裏とかもあるけど基本は一番ベタなのはトップに当てて落とすみたいなとこであとはそこから落としたとかサイドからクロス上げるときに基本ファーのクロスのエリアこれもね今度のド,ドキュメンタリーで町田の取材したときにあのおセフンにインタビューさせてもらったんですよで内容は言えないですけど皆さん見てほしいんで おおにしたあれが相当秘密守りながら僕のちょっとえぐめの質問に答えてくれてるんですけどそこに出てるからあのそうは言ってないおせふんはそう言ってないし黒田さんとかも言わないでほしいかもしれないけど、まあ、そこは僕利害関係ないんで絶対に町田はここ狙わせてるんですクロスで絶対ここ狙わせてるのでそれがおせふんは言ってないしそういうの秘密は守ってんだけど そのインタビューの節々から垣いま見えるそれあるからちょっとすげえ楽しみにしてて町田ドキュメンタリーみんな逃がさないぞってしてる俺 <laughs> ニコニコしながら絶対クロスでここ狙ってこうしてるみたいなあるからでそれに対して相手チームも対応してんのよ今 J リーグで。 でそこから先で「ああこうしてほしいな」とか俺の中であったりするんだけどそれをやるメデメリットとか黒田さんの哲学とも違うとかあるからそれは当然言わないですけどね僕もそんななんか節操ない大人じゃないしただまあそういうふうに町田の今のサッカーではおせふんと藤尾の存在ってめちゃくちゃ重要だしその二人を外してまで使うほどえりきのパフォーマンスよくないで本当にその誰だろうな 海外ととかで言うとだからもう、絶不調のエンバペと絶好調のジルーとコロムアニとかジルーとティラムみたいな。ってなった時に絶好調のジルーとコロムアニで両サイドからクロス上げてる方がフランス代表点入るでしょだけど、普通、エンバペトップに使うじゃん。これ分かるよね。 こうなった時にちゃんとエンパペを外す権利をもらってるのが黒田さんでエンパペ外しててもチームを勝たせるのはこの人だって言ってお金つぎ込んでるのが藤田さんなんです。 俺が俺信じて,た俺が信じてみんな絶対やれるよ最高よ <laughs> 選手が自分の最大能力を出せるような環境を作るそれをこれからやっていきます俺が自信を持って選んだメンバーこれだったら紹介します <laughs>